ャンネル始まりました。ありがとうございます。ハルキさん来た来た、ハルキさん来てる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 。おお、すごいすごい。うまっ。ブル使っちゃいかんって言われたけど、ブル使っちゃおう。すいません、57いったらもしかしたらもう。ハルキさんクリケットやりませんじゃん。せーの。お、来た来たっすよ。来た、来てない、来てない、来てない。ハルキさんすいません、行ってきます。僕行ってきます。
ちです。ゲームしてないですか？あ、一回今コメントだったんですね。あ、アリさん、しかも僕、負けました今。めちゃめちゃ上手だった。すごいいい試合が取れました。そして、はい、馬出したのにベッド出されて8マークで締められましたね。そのめちゃめちゃいい試合でした。ちょっとそれをもう一回やりたいんで、クリケットじゃん。クリケットで、これじゃ次なんか春樹さん選ばれそうで怖いですよね。すごいよ。いいですか、せーの。そろそろ、そろそろ水子さんも入ってるんですか。これでも聖子さん入ったらもう18同士が当たるってことになるんじゃないですか。置いていかれないですかね、俺。あ、でも確かにさっきの方も16だったんですよ。でもやっぱ16だったら16優先されますよね。あ、だから18に上げてからチャレンジしろってことっすよね。そういうことっすよね。ないですね。怖い。こんだけでもちょっとすれ違うとやっぱ最初の1戦目の凄さがいきなりやっぱ当たるっていう。入ってください。聖子さんに当たるかもしれない。なんかランダムにするとスピーディーみたいなの書いてないですよ。ランダムにすると、ちょっと待ってください。あ、でも01どっちも当たるから、多分01に入ってる人とも。あ、来た。あ、違う。え、アレキさんも当たった。じゃあちょっと一回切りますね。はい、ちょっと向こう面白いパターンやね。向こう聖子さんだね、やっぱ18同士なんだ。うわぁ、18に上げんというか、これ絶対。くっそー、なんか置いてけぼり感すごいね。悔しいなぁ、これ同時に。くっそー、今頃聖子さんと面白い配信やってんだろうなぁ。あ、そっち出てる。これどこで挨拶するタイミングなのかがちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと俺気づいたんですよ。絶対レーティングのせいでこのマッチングになりましたよね。だって僕16で、相手16で、お二人18でしょ。なんかちょっと悔しいっすよね、それ。で、時間的にもう次当たらんかったら僕終わります。いきますよ、じゃあクリケット最後いいですか、はい、せーの。クレジットお金入れるの忘れとった。またただでやろうとしてました、すいません。ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫ですか、キャンセルしました。せーの。あれ、なんで。あ、大丈夫です、ね、ちょっと待ってください。多分きっと追いつける。ダーツ見てくれ。ダーツ刺さってたらゲームできないんですね。すごっ。新しい発見が。あ、来た。いや。来た。あ、来た。すごい。最後。ラストゲーム来ました。すごい、じゃあお願いします。
すごいなぁ。したんじゃない、メルシャが何かしたんじゃない、これ。6ミリ6ミリ本当に、このトップガンの中に変えたよ、かっこいいよ、サバチャンネル。15トリのそのラウンドで終わらせるとズルができないんですよね。ズルができない、1ラウンド投げないでもらっていいですかっていうことができなかったっすね、やっぱその終わり方されるとそれ一回使おうと思ってたんですけどね、テレフォン使おうと思ったけど、やっぱすごいいい終わり方されました。もう01でズル使ってるからな。またじゃあよろしくお願いします、ありがとうございます、お疲れ様です。まあでも、一生いっぱいだった。また次回な、もしかしてね。今日は本当にお疲れ様でした。